失礼します。こんにちは、ユトミラさん。どうされました？ AIS 改造の件ですが、総務部に行ったら誰もいなかったので直接相談に来ました。ああ、芝が来てからどこもかしこもてんやわんやですから、私が代わりに伺いますね。では早速ですが、こちらは AIS 改造に必要な部品一覧と使用書に見積もり、あと専用施設の計画書です。はい、確認しますね。走行強化用パーツ180種、コックピット内のマニピュレーター拡張、新型ブースターの使用書と見積もり、フレーム駆動効率化のための追加予算に、改造施設及び専用格納庫付設の設計図で、床面積は、?12 万平方?ルドミラさん、さすがにこれを全部通すのは。ではお願いしますね。待ってください。この規模だと急には無理ですよ。技術者も足りません。許可さえもらえればこちらで全部やりますよ。いや、そういう問題では。突然こんな稟議出したら大騒ぎです。施設も建設可能な用地がありませんし。大人は待ってくれません。アクスを守るために必要です。お願いしますね。ちょっと無茶ぶりにも程がありますよ。あなたもそう思いますよね。まさかの一言。 AIS の話ですよ。あなたも乗るんですよ。はあ、情報部も研究部もいつもいつも私に無茶ぶりばっかり。やってやりますよ。やればいいんでしょ。もう俺の中に眠る闇の力よ、古の盟約により、今こそ。はっ、来たな。って先輩か。何してるのって顔しないでよ。つい最近認可されたんだよね、新クラスのファントム。となると、なぜかまた俺のところに提唱者が来て、無理やり宣伝させるに決まってるだろ。断ればいいって？みんな一生懸命にやってるから、無下に断るのも悪くてさ。だからいつ頼まれてもいいようにこうやって練習してるんだ。ストラトスの時も手伝ったしな。さあ、この俺の召喚に応えよ、ファントムの提唱者よ。うわあ、本当に召喚できた。この俺を、ファントムを呼ぶのはお前か、またお前か。このファントムを先回りするお前も、死に見入られし者というわけか。というわけじゃないと思うけどな、先輩は。それよりも、さあ、ファントムはどんな宣伝をすればいいんだ。何でも言ってくれ。それっぽいセリフなら練習したけど。何を言っている。誰がお前に宣伝など頼んだ。だって名を呼ぶ声を聞き召喚に応じたが、くだらんざれ事だったか。ちょっと待って、新クラスの宣伝しないのか。普及させたいんだろ。そんなに宣伝したいのなら勝手にするがいい。いやしたくないけど。でもカトリさんだってストラトスだって必死に新クラスの普及を。不要だ。ファントムはファントム、暗闇に生きるもの。日の当たる場所で光しか見ない奴らにはわからんだろうがな。一つ忠告してやろう。ファントムにはあまり関わらんことだ。影を覗き込む者はいずれ影に飲まれる。それから先ほどのお前の詠唱だが、なかなか様になっていた。
修練を積めばいずれ形になるだろう。さらばだ。なんていうか、先輩、相変わらずちょっと変わった人と付き合いがあるんだな。って、宣伝しないんだったら、俺人の多いショップエリアでただ演奏してただけの人じゃん。うわぁ、恥ずかしい。そういえば、新設されたファントムってクラス知ってる？噂では何でもアークスの影として活躍するクラスだとか。ボイドとは関係ないだろうけど、やっぱりどうしても気になるのよね。私としてはさ、承認した上層部はアークスに必要な存在だって考えてるみたいだけど、後ろ暗いことに手を染めるアークスなんていない方がいいに決まってる。なのに自分から影になって汚れ仕事も厭わないなんて、私は認めたくない。その道は不幸にしか続かないのに。って本人に直接言った方が早いか。ふん、俺の気配に気づくとはな。一応聞いてみるけど、ファントム提唱者の極夜さんは私の歌を聴きに来てくれたのかな？くだらんな。じゃあ改めて聞くけど、なぜ影として生きる道を選ぶの？不幸にしか続かないその道を。ヒーローという光のクラスが生まれた今、影も自然と生じるもの。俺に光は眩しすぎる。だから影として生きる道を選んだ。幸か不幸かは俺が決める。光を支える影になれれば自分は幸せだっていうことかな。でもさ、影の力が足りなければ影そのものに飲み込まれ命を落とすことになります。さすがは情報部次席、ただのお飾りではないようだな。とはいえ、光と闇の狭間をたゆたう存在が俺に影の濃度で勝てるのかどうか。確かにその力を得るために相当の努力をしたようですね。努力だと？笑わせるな。努力など影の道を歩むために生まれた天賦の才を持つ俺には不要。他に道を探さなかったのですか？影として生きることを選べば時に大切な人をも傷つけます。誰も愛せず誰からも愛されることのない道です。本当にそれを理解していますか？おかしなことを言う。影は光の当たらぬところに生じる。二つが交わることは決してない。光の世界しか知らぬ者は影を知るほどに深く失望し、影に近づけば深く傷つくだろう。お前は俺にこれから歩む道の覚悟を問うたようだが、俺が立っているのはその道の始点ではない。故に影には誰かを愛し愛される資格など初めから存在しない。あなたの背負った悲しみと覚悟、それが影の根幹なのですね。お前こそどれほどの悲しみを背負っているのか俺には想像もつかないが、お前に影は似合わない。人に安らぎを与え笑顔にできる力、それは二つとない強い光だ。
少し口が過ぎたな。さらばだ。何あれ、この六坊のゼロに向かって生意気すぎでしょ。でも彼の思いは伝わったよ。きっと大切な人を傷つけたくなくて遠ざける言動をしてるんだね。あと本人は否定してたけど、あれは多分想像もつかないほどの努力家だと思う。何としても成し遂げたい、とても強い思いがあるんだろうね。よし、彼を信じてみるとしますか。なんだお前か。いいか、これから訪れる奴が黒き狼を見なかったかと聞いてくるだろう。それに対しお前は黒き狼なら見なかったと答える。さらばだ。のことだからてっきり口止めしてると思ってました。ならまだこの辺にいるはず。よし、こら、キョウ君、いい加減出てきてください。出てくるまで叫びますよ。気配消したって無駄ですよ。キョウ君の行動パターンなんかお見通しなんですから。さあ教えてください、ヒーローの戦い方に足りないものって一体何ですか。断る。自分で考えるんだな。三日三晩寝ずに考えましたよ。でも思いつかないからこうしてお願いしてるんじゃないですか。影が光を照らすことはできん。俺から教えられることなど何もない。そんなことないですよ。子供の頃はよく私に学術を教えてくれたじゃないですか。私が理解しやすいようにいろんな例を出して説明してくれるから教え方が上手だって。ルコも。ルコ？誰だそいつは。え？何言ってるんですか。ルコが聞いたら怒りますよ。死んだ奴のことなど忘れた。お前も早く忘れることだ。死んでなんかいません。今もどこかで生きて。ならば今すぐここへ連れてこい。俺があいつを殺してやる。どうしてそんなひどいこと言うんですか。どんな苦しい時でも私たち三人で力を合わせよう、信じ合っていこうって約束したじゃないですか。知ったことか。あの裏切り者が俺たちに何をしたか忘れたわけではあるまい。巻き込んでしまって恐縮です。これは私たちの昔の話です。私たち三人は幼馴染です。共に学び笑う最高の親友でした。やがてアークスになったルコはおもてなし好きな優しいメイドさんに。私もそんなルコが大好きでした。でも今から5年前、一つの事件が起こったんです。ある日ルコから私とキョウ君に町外れの古いお屋敷に来てくださいという内容の招待状が届きました。理由は書かれていなくてちょっと不思議に思いましたが、翌日私たちはお屋敷に向かいました。ところがお屋敷には誰もいなくて、その日を境にルコは消息不明、一切連絡が取れなくなりました。私たちは必死に消息を追いましたが、結局アークスのデータベースでは反応消失による死亡扱いに。誰もいなかったどころではなかろう。あいつは俺たちを屋敷におびき寄せ罠にはめて殺そうとしたんだぞ。そんなはずありません。お屋敷に呼び出したのも姿を消したのも何か理由があったに決まってます。どうだかな。
下手な希望など持たないことだ。お前自身の首を絞めることになるぞ。わかっています。でもおもてなしを大切にしていたルコが私たちをあんな目に遭わせるなんてどうしても思えないんです。それにルコはキャストだし、すっごく力があって頑丈なんです。絶対に生きてます。だから私諦めません。いつかルコが帰ってきてくれた時に笑顔でお帰りって言うんです。やあ君か、こんなところで奇遇だな。私たちは艦隊戦の演習をしてきたんだ。フォトナー艦隊からの襲撃がいつ来るかもわからないからな、日々編成の確認や演習を行っているのだ。私とヒューイでたくさんの戦艦に指示を出すんだ。すごいだろ。艦隊戦では戦艦間の連携が重要となるからな。そこでだ、なんと戦闘部司令のこの俺と自責のクラリス・クレイスの2人が指揮を取ることになったのだ。任せろ、私とヒューイは息ぴったりだからな。戦術面の心配は無用だ。作戦はカスラが立ててくれている。お前たちに作戦を任せたら5分と持たない。黙って従えってカスラは言ってたな。カスラは心配性だからな。でもまあカスラの立てた作戦なら皆も安心できるだろう。というわけで主にオラクル船団護衛と AIS の輸送が俺たちの艦隊の役割だ。貴様たちは攻撃の要だ。任せたぞ。